この週持ってたんですけど僕と同い年の66歳のある証券会社のシングタウンのおじさんが東京大学経済学部に出られて、はい、でまあ昨日で、ね、ご優待なさって、はい、今日から新しい自分で事務所作られて新しいスタートなさるんですけど。 あんだけアホみたいに緩和辞典もいまだに擁壁缶大崎がその例えば一茶先生とか相田君とか私ギャルでナンバーワンのユーチューバーですとか、うん、東大の木鶴川先生とか、うん、石田七子さんとか <laughs>、はい、あるいは有名ななんとか国会議員の大臣の人とか、うん、村長さんとかあるいは商店街のおばちゃんとか、うん、こんなにこの67年 66年来てるぼーっと来てるだけなんだけど僕みたいな人間でもこんだけの幅でいろんな人と出会いがあってというのは、うん、多分今の新入生の子たちが3年後5年後僕が40になった時50になった時60になった時の出会いって何かなんかたかだか昭和のおじさんでもこんな出会いがあったので。 あの想像できない人たちと出会いしたりコミュニケーションしたりしてると思うんで、うん、本当にあの夢はでっかくというかほら話のようにあの描いたらいいんじゃないかなって強強く強く思いますけどね大崎さんのことを書いた本「うん、笑うやつほどよく眠る」うん、吉本興業社長大崎ひのあ物語。 こここにそそううういいうと全部書いてありますよねあそうですかあでもでか、ね、最近のことはまだ書かれてないので,そで、ね、僕その続き書きたいと思ってるんですよ。そうですか大崎さんのだからそ、えっと、SDGs やるとか地方道とか教育やりますキャンバスや,やりますみたいなもうん、なんかあんまり儲からへんのちゃうかと思うようなことに本気でゴーンと。 今行こうってすうのは、実は100年後そっちが柱になってるんじゃないかなっていう気がしてまして、うん、まあそんなことも関心があれば、ぜひお読みをいただきたい。だから僕のその吉本のこれからの先の将来のことと、先生の一番最新版の。今日暇社会を作るっていう本これ吉本から出してもらいます。これのだから吉本はみたいなのを作ってくださったんですよね。うん、本当に作りたいです。うん、はい。ぜひともそれをやりたいと思ってます。宣伝しておきます。